山越選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まず今日の試合いかがでしたでしょうか。そうですね。ゼロで抑えて、1-0 で勝つことができて、とても嬉しいです。センターバックで出た試合でゼロで抑えたというのは、これ非常に個人的にも大きいと思うんですが、いかがですか。はい、そうですね。まあ、相手も強力な外国人いましたし、その中でゼロで抑えられたというのはすごく自信にはなりました。サイドバックで出られていましたが、はい、今日ベルディでは初めてのサイドバック、はい、どんな思いで臨まれたんでしょうか。そうですね、初めて、まあ、ベルディではやるので、やっぱりセンターバックは守備の要だと思うので、しっかりボニーと声をかけ合って、守備を統率するように心がけていました。3ヶ月ぶりのピッチということになりました、はいはい、これまあ個人的にはすごくこう待ち望んでいたものだったと思いますが、そのあたりの思いも教えてください。そうですね、すごく長い期間離脱してしまってすごく自分の中では悔しい思いもしていたので、まあ、やっとピッチに戻ってこれて、勝利で最初の初戦を飾れたっていうのはとても嬉しく思います。めちゃくちゃ嬉しかったですか。そうですね、嬉しいですね、はい。まあ、今日相手も非常に攻撃が強い選手がいたんですけれども、はい、まあ、どんなことに注意して、まあ、ドカボニフェス選手ともどんなことを話してプレーされていたんでしょうか。そうですね、しっかり、チャレンジアンドカバーっていうのを、しっかり、徹底するようにっていうのは声をかけていたのと、クロスからの、クロスが相手多いっていうのを分かっていたので、しっかり、マークを外さないようにっていうのを意識しました。この勝ち点3というのは今後、まあ、順位を上げていく上で非常に大きい勝ち点3だと思いますが、はい、どうつなげていきたいですか。そうですね、最近なかなか勝ててなかった中でこの勝利はでかいと思いますし、まあ、この一戦だけじゃなく次、連勝していけるようにしっかりもう一回、チームとしてやっていきたいなというふうに思います。あと今日サポーターの声出し検証、はい、今日もありました、はい、どんなふうに感じられましたか。そうですね、初めて自分は声出しでピッチに立ったんですけど、すごく、テンションが上がるというか、すごい、気合が入りました。サポーターの皆さんにメッセージをお願いします。本日も熱い応援ありがとうございます。次も、チーム全員で、一生懸命練習して試合に勝てるようやっていくので、これからも応援よろしくお願いします。